私のところにね、よくこういう質問が来るんです。どうしてこんなことが起きるんでしょうか。それってね、自分の身にですよ、ちょっと信じられないような出来事がね、起きたり、何か妙な予感がしたり、ね、家族に不幸な出来事がね、起きた時だったりするんです。なんでこんなことが起きるんだろうってね、なんか胸がもやもや、ゾワゾワ。どうしてこうなっちゃったんだろうってね、そういうふうに思うこと、感じることってありませんか？でも大丈夫。まだ大丈夫なんです。今日はですね、あってはならないことが我が身、家族に起きる。それを察知する5つの前兆、サインという話をですね、させてもらうんですが、ただですね、それってもしかしてそういう前兆に気づいているのって、他にはね、誰も気づかない。まだ気づかない。気づいているのって、あなただけなんじゃないですか、ね、まだあなただけ。あなただけが真っ先にそういうことに気づいている可能性がある。ね。こう予言者的って言いますか、霊的な体質、霊感体質がある人っていうのはですね、本当に起きてはいけない、あってはいけないようなことが起きる前の段階で前兆を感じるサインに気づくことがある。多分ですね、今までもね、あったんだと思います。こうなるの分かってた。私がもっと早く言ってあげればよかったっていうふうにね、後悔したことってありませんか？ね、これはね、大事なことなんです、本当に。こういうね、大事なことを知らないっていう人からすれば、ただただ不吉、縁起が悪いように感じられる前兆っていうのはですね、これはね、気持ちを引き締めて物事に当たりなさい、ね。自分の身に降りかかる災難やトラブル、家族の災難ですとかトラブルにも気をつけなさいっていうね、目に見えない世界からのメッセージ。守護霊さん、守護のご先祖様のご加護はね、これね、発動しているサインなんですよね。まあ、発動ってわかるよね。まあその時、今まさに、あなたのことを守るぞっていうね、この世のものではない奇跡のエネルギーが来てる。それはね、ゾワゾワしたり、変な感覚になりますよ。今日はですね、あってはならないことがあなたの身に、家族の身に起きる、その時ね、その時にある5つの前兆サインというものについて、お話をさせてもらいます。今時はね、こういうのきちんと正しく受け取れる人っていうのが少ないですからね。ね、あなたはこれで我が身を守る、家族を守る、守ってください。もしかしたらね、あなたが感じた前兆というもので、そのサインというもので、もっとたくさんの人が救われるかもしれないんだ。いや、本当ですよ、本当。本当だよ、これ。ね。そういうケースっていうのは本当にね、あるんですから。これまでにもあった。ね。はい。それでは、最後まで聞いて参考にしてください。それでは、始めます。宇宙で一番、優しい神様に今日も感謝します。こんにちは。開運案内人、池田芳香です。あってはならないことが起きる。
その前兆サイン。まずね、これ一つ目ですが、意外かもしれませんけれども、こういうことって起きたりしてませんか？家からね、お家からなぜか物がなくなる、紛失する。結界というのをね、ご存知だと思います。悪いものが侵入してくるのを防ぐ、例えばね、神社だったら鳥居とかしめ縄っていうのね、あれね、しめ縄が結界になっていて、悪しきものを寄せつけない。風水だとね、家っていうのが一つのね、結界になっているんです、ね、家が一つの結界になっている、ね、それで家からたびたび物がなくなることってありませんか？後からね、これ出てくることもあるし、探しても見つからない、それっきり出てこないっていうこともある。このね、家から物がなくなるっていうのはですね、家の結界にね、どこかほころびがある、そういうね、知らせだったりする場合がある。家のことだったら守護霊さん、守護のご先祖様たちからのね、メッセージですよね、これ。例えば家族の誰か、ね、身内の誰かがよからぬことをしている、それがいずれトラブルに発展するっていうのをね、暗示している。ですけどね、守護霊さん、ご先祖様を大事にしている方だったらこの知らせにね、気づけますので、早め早めに対処することができる、ね、大難が小難になる、そして無事解決する。ですからね、家のものがたびたびなくなるときは ね、自分はもちろんね、自分はもちろんのこと、家族の心配事などにもね、これね、気をつけた方がいいんです。前兆二つ目は、これは一番先に言っておかなきゃいけなかったかな、これ。まあ順番としては、本当はこれが最初かな。まあ全ての基本だから。二つ目、ね。悪い予感がする。悪い予感といってもね、二つありまして、二つあってというかね、悪い予感が当たる人と当たらない人が当然ですがいるわけです、ね、まあ私の話を聞いてくださっている方の中には、割合として悪い予感が当たるタイプの人がね、まあ、割合としては多いわけです。そういう予感が当たるっていうのは、そういうメッセージサインをちゃんと受け取っているタイプの方なのでね、これ前にも言いましたけれども、そういう霊的な側面から言えば、知らぬ間に周りの人を助けている。ね。あ、この人いつもとね、顔色が違うとかね、声の調子がおかしい。そういう具合に人の病気を察知する能力が高かったり、変化の前兆ですね、サインに敏感なんですね。霊格が高い人の条件としてもこういうのがある、ね、もし何かの拍子に悪い予感感じるようなことがもしあったら、ね、気持ちを引き締めて物事に当たりなさい、そういうサインなので、ご自分のこともそうですけれども、どうか周りの方たちのこともね、あなたの自分のできる範囲で声をかけてあげるとか気遣ってあげてください、ね、あなたにはできる、期待してます。三つ目は、事故とかに遭いそうなのをね、警告するサインです。靴紐が切れる。こういうのね、迷信だっていう人もいます。いるんです。靴紐が切れるってね。これは縁起が悪いっていうのは昔から言われている。
もっと昔はね、下駄の鼻緒が切れる。これはね、もともとはね、お葬式にまつわるタブーについてなんだけれども、古くはね、これはね、忌み言葉なんだよね。忌み言葉っていうのは、目に見えない何かを暗示されるものなんです。こういうね、暗示が現実のことになっていく流れみたいなことがあるんですけれども、ね、それは後で話しますね。一番最後に話しますけれども、今時だったらね、これ、スマホの画面が割れるみたいなのもあると思います。ね、何かね、物が壊れるっていうね。まあ、それとか、忘れ物をして、それね、今は必要ないんだけども、なぜか絶対に取りに帰らないといけないような気がして、取りに帰ったら、ね、その本当は乗る予定だったバスが事故を起こしてて、自分は助かった、みたいな話もね、これ現実にあるんです。ね。こう予感とかね、こういうサインっていうのはね、ほんとね、身を守るんです。大事なんだよ、ほんと。はい。四つ目はね、病気についての警告のサイン。これね、あんまり検査とか健康診断とかね、行ってない人はね、これね、気をつけた方がいいんだけども、例えば、ふとね、チラシを見たら、健康チェックとかね、健康診断とか、なぜかそういう文字ばっかり目に入ってきて、で、テレビをつけたら、脳梗塞とかね、脳出血。ね、そんな健康番組ばっかりやってる。で、またテレビ見たら、脳一血の話とかね。うん、まあ、これがね、例えば癌だったり、内臓疾患だったりするんですけれども、これ、同じ病名が目に飛び込んでくるようになるっていうのがある。まあ、最近はですよ、まあ、コマーシャルも健康食品とか多いですしね、まあ、健康番組が多いんで目につくこと多いかもしれないんだけれども、それだけじゃないんです。大事なのはね、次に言います。5つ目。ね。まあ、さっき後で話すって言ったのがこれなんですけれども、靴紐が切れるとかね、スマホの画面が割れる、物が壊れる。ね。こういうのが、ね、あってはならないことが起きる、危険を知らせる警告、暗示だったとして、ね。暗示が現実のことになっていく流れみたいなのがあるんだってね。さっき言いましたけれども、例えば、そういう変わった出来事が、3回続けて起きたらどうです？さすがにね、3回も続けて起きたらね、あれ、おかしいな。なんかおかしいな。気づくでしょ？ね、感じるでしょ？はい。前兆、サイン。5つ目はこれです。ほら、よくあのね、一つの重大事故の後ろには29回の軽い事故が起きていて、それをね、軽く見てしまって放置したから結果的に重大事故につながったんだっていうね、そういうトラブルの法則ね、トラブルの法則みたいなのってあるじゃないですか、ね、やっぱりね、重大な結果になるようなトラブル、それも病気とかね、事故とかもそうです。あってはならないようなことがあなたの身に、家族の身に起きるような時ってね、その前兆みたいなのは少なくとも3回かそれ以上ね、あったはずなんです。まあ、例えば夢の中でも誰かがね、現れて病気を暗示するようなサインがあったとかね、何かそういう悪い予感がしていた。後になって振り返ったらね、きっとこれまでにもなんかね、前兆があったんだと思います。ね。そしてね、それをね、自然に避けるような行動もね、あなたもね、無意識にしてたんじゃないかな。はい。それでね、難を逃れた経験があるっていう人ね、いらっしゃると思うんです。ね。
前にお話をしました。自分でも知らない間に自分の周りの人をね、霊感で助けてたり、知らない間に自分の霊力で守ってあげてたりするタイプの人っていうのはね、こういう予感っていうものが現実になりやすい、ね、まあ、それはそのまま霊覚の高いっていうね、霊覚が高い人の条件でもありますけれども、もし何か感じたら、ここしばらくは気持ちを引き締めなさい、ね、そういうサイン。周りの人たちのこともね、あなたは自分のできる範囲でどうか気遣ってあげてください。お願いします、ね、実際ね、そういう体験をされたことがある方、ぜひ皆さんのためにね、コメント欄に書いていただいて、皆さんに大事な情報としてシェアをしていただけるとありがたいです。はい、コメント欄、ね、きなこさん、ね、お子さんの20歳の誕生日おめでとうございます、ね、人が聞いたらね、不思議だって言われるかもしれないけども、素敵なお話ね、あれ本当のお話、ありがとう。幸せな波動をね、感じました。うん、たくさんたくさんね、質問もいただいておりますけれども、精一杯ね、お答えしていこうと思っております。はい、そして皆さん、いつものように皆さんの願いが叶いますように願って、書いていただいて、皆さんの願いも叶いますように、あなたのお力で、そのお力で後押しをしてあげてください。皆さんにとってベストの願いが叶いますように、あなたにとって最高の素敵な願い、ベストの願いが叶いますように。大丈夫、大丈夫です。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。よろしかったらね、チャンネル登録の方もお願いします。開運案内人、池田芳香でした。